初めまして、ワッツーシゾンビです。ギターとボーカルをやっています谷村ビデンです。ドラム担当の三宅めぐみです。僕もギターボーカル担当の安田とアンジです。2009年はどんな年だったでしょうか。10周年でした。ワッツーシゾンビが10周年でした。アルバムを、ミニアのアルバムを、アルバム2枚出しました。ずっと曲、ずっと、ずっとライブ、ずっとライブ。とにかく気がつけば10年になります。僕は入った8年ですね。8年ですけど、あと12月ということでまだもう少し残ってますけども、何か告知などがありました。じゃあ僕ライブ告知。12月3日梅田ハードレイン、12月26日ジュースを飲んだ、そして大晦日12月31日ジャンパー3日金玉、銀玉、出演いたします。ぜひとも年越しは頑張ってください。よろしくお願いします。以上、ワッツーシゾンビでした。